返ってくるの多分5万ぐらいやで。おつでー弟子たち、弟子たち行くぞ行くぞせーの、おつでー唐揚げもくまげ、どうも、あきです。虫が気持ち悪い、早くどっか行ってってことでですね、本日は今からゆっかぽんと弟子たちで撮影をするんですよね。で、撮影するんですけれども、その撮影の後にゆっかぽんの島を荒らしたいと思いますよ。弟子たちを荒らしたいと思いますよ。よっちゃんイカは酸っぱいですよ。まあ本当にただそれだけの企画ですね。まあ仲いいゆっかぽんのね島をね、弟子たちをね、軽く荒らして、まあ元に戻しますけど、カラカラした時のゆかぽんの反応はどんな感じかなみたい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 な関係サンキュー。ちなみに、はいはい、なんかちょっとこれ掘りたいんで、ちょっと弟子たちもちょっとなんていうんですか、その島をクリエイトできるみたいなやつやってもらってもいいですか。あ、いよいよ、ちょっと待ってね。実は君に渡したいものがあるんだ。海辺に来てくれないかい。なんのです。僕の僕の弟子になってくれ。しょうがないです、なってあげますよ。ねえ待ってね、もう弟子だろ。それ私にくれたやつじゃないの。やばいやばい。待って、誰。アッキーくん、私ですよね。ちょ待ってよ、コタ助けて。私のここ、こんなにずらしてるのにさ。私のこんなにずらしてそんなにずらしてるから。アッキーさんがずらしたんだ。俺はな、ちょっと見えそうで見えないのがいいんだけど、丸見えだからな。俺は何も感じねえんだよ。急なバッタ見せくつけてくれるやつは大体腹黒。かわいい、そんなのあるんだ。あれはすっぱいかも。いや、ゆっかさー、欲しい。まあ、ゆっかさー、まあ、あ、なんでもないな、ゆっかさん、なんかこの浜辺で、なんかストレッチしてると、なんか、すごい、なんかその今日ってまあ4月9日だと思うんですけど、4月9日ってすごい縁起がいい日で、海辺でストレッチするとなんかその、なんていうんですかね、運気が上がるみたいな感じのがあるらしくて、一人でやるとめちゃくちゃいいらしいんですよ。だからちょっとみんな別れて海辺でストレッチしようっていう今日は企画なんで、ちょっと俺らはあっち行きますね。ちょっとねストレッチちょっとゆっかさんそこでやってもらって、ちょっと弟子たち来い。チャンネル登録者あんなにいんのに、もう企画力ねえんだなあいつ。よし、弟子たち俺ら、合計200万円払ったの。変な企画でよ。まあ多分大丈夫、多分その辺のおっさんが書いたやつ。どうぞ。2万8000円でございます。俺もう、逃げていい。俺もう、ね、高額しかはいるね。マジ許せねえから、この島荒らしに行くぞ、お前ら。はい、お前ら待て、スコップ待て、スコップ待て、これ聞こえてないから大丈夫だから、スコップ待て、スコップ待て。はい、来い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 。よし、じゃあまずはあいつの家の周り掘っちゃうぜ。あ、来い来い、こっちで。よし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 、家のこれ、あ、ここだここだ。はい、もう入りません。あいつ、なんだ、なんで俺一発これ。ちょっとこれ多分、これ多分、そういう設定のやつや。じゃあ、よしよしよし、あいつ今頃運気上がると思って、ストレッチしてるよ一人で。あ、惨めだなあいつな。こっちは200万払ってんだぞ、許せねえよ本当に。あ、もうそんなこんもんでいいよお前ら。で、俺ね、一つね、知ってるんだけど、この島に、聞いてよ聞いてよ、この島に、はい、なんかすごいキラキラしている場所があって、そこ行こうそこ行こう、上上こっち来て、こっち来て、見て見て、ほらほら見て見て、わあすげえ、これ全部取っちゃおうぜ。全部取っちゃう。よしよし、取っちゃう取っちゃう取っちゃう、よっちゃおいっちゃおいっちゃ、よしよしよし、これ全部取っちゃう取っちゃう、よし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 、うえー、これは高く売れるぞ。しかもしかも、見て見て見て、行くよ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 、これ根元からいっちゃう。よし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 、全部取っちゃう全部取っちゃう、もうこれ全部もらっちゃうよこれ。よし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 、こうたら2個以上多分ね、根元からいったら多分怒られる、ガチで多分ガチで怒られるぞお前、大丈夫か。よし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 、
オッケーオッケー。まあこんなもんでいいだろ、全部取るのめんどくせえし。よし、あとなんかねえ、いたずらしたいのある？お前らねえ、なんかある？いや、住民奪いたいですね。あ、住民、あ、そう、この島にめちゃくちゃ可愛い猫ちゃんがいて、キャビアって言うんだけど、ちょっとキャビア見つけたら教えて。オッケーです。了解です。ちょっと奪いてえな。あ、いた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 、来て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 、こっち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 こあ、やばいやばい。あ、ちょっと、いっちに。おい、いっち。おい、いっち。あ、筋トレかな？筋トレ。あ、疲れる。よし。あ、疲れるな。キャビアちゃん、俺の島来ない。チュールだらけだよ、俺の島。うん。何、来てくれんの？ありがとう。よし。ちょっと待って待って待って、え、買収完了。何やってんの？何やってんの？あ、よこせよこせ。こっち、右のとこ、右の海辺来てくださいよ。ちょ、何やねん、ちょっと今キャビアに今ナンパしてなかった。ちょっともう、あ、キャビアちゃんもう僕のものでーす。いや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 、どこ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 、右です。いやいや、めっちゃ詰まってるし。キャビアちゃんはもう僕のものです。話してみればいいんですよ。キャビアちゃん俺結婚してるもんだって。キャビアちゃん、キャビアちゃんもう僕の島来てくれんだよね。ほらー、何言うんすか、僕のものですよ。いや違う、俺のだよ。お前、お前こうしてやっかんな。お前ここここうしてやっかんな。パチンコ上に、うん、こうしてやっかんな、マジで。うわ、痛い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 。虫取り網忘れたわ、こんな時に限って。最悪やもん。いやー、キャビアちゃんのは僕のだ。キャビアちゃんありがとうね、会おうね。あー、かわいい、キャビアちゃん。あー、かわいいな。あ、よかったよかった。なになに、キャビアちゃん奪ったぐらいじゃ、うん、僕は満足しません。こっち来てください。え、なに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 、あのね、奪われてたんでしょ。はい、君の家はもう入れません。オーツでーす。ほら、弟子たち行くよ。やめろやもう、これも。弟子たち行くよ。せーの、オーツでーす。オーツでーす。ほい、オーツでーす。ガチでされるとうざいやつなんやろ、これの。オーツでーす。あと、ゆかさん、ゆかさん、そんなんじゃまだ終わりません。こっち来てください。嘘でしょ。え、うん、来てください、来てください。筋トレ？あんなの嘘嘘。はい。は？花全部取りました。地味なやつよこれ。これ言ったんで、うん、さっきのね、指輪代もね、しっかり稼ぐと。オーツでーす。弟子たち行くよ。せーの、オーツでーす。え、でもこれ金バラとか持ってっても、うん、帰ってくるの多分5万ぐらいやと。おつでー。弟子たち、弟子たち行くぞ行くぞ。せーの、おつでー。これやられるとうぜえな、ちょっと。ねえ、しかも何お前ら寝返ってんだよ、お前らさ。何や寝返ってんの。あと、よかった、ゆかさん、ここの水、はいはい、無駄遣いしてました。はい、無駄遣いなのでー。もう、浄化された水やめろやって。おつでーす。弟子たち行くよ。せーの、おつでーす。うん、ゆかさんやり返せないだろ。うん、でもこの水って いくらでも下から出てくるし、これ別に ろ過とかされてねえし。てか適当に置いただけだし。そんなんで喜んでるとか。マジで行くぞ、弟子たち行くぞ。せーの、オーツでーす。いや、でも、いや違うんですよ。この、で、これの井戸から水引いてるんですけど、井戸に貞子がいるんですよ、実は住んでるんですけど。使いすぎると貞子が怒って夜中テレビから出てくるんですよね、これ。ほら、はい、あ、今貞子怒ってます。はい、出してくるぞ。せーの、オーツでーす。オーツでーす。いつまで続くんだよ。貞子は無理があるだろ、だってこれ。出てこれないよ。じゃあもうね、満足したから帰るわ。あー、帰るわ。え、キャビア、え、キャビアちゃん持ってっちゃうの。じゃあ、うん、キャビアちゃんうちのとこ来るって言ってたから。あ、じゃあ俺もじゃあちょっとやってみようかな。あれ、なんかいないかな、住民いないかな。あ、あ、いた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 。ええ、あ、これ住人だ。今どこの島に住んでんの？まだ自分の島に住んでます。あ、え、よかったらさ、よかったらこっちの島に来ない？
いいですね。やったー、え、ゲットした一人。ちょっともう一人ぐらい、もう一人ぐらい行こう、もう一人ぐらい。どこだろう、ほら、どこやろ、ガチでわかんねえ。あ、いた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 、あ、あ、住民だ、あ、いた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 、あ、あ、どこに住んでんの。いや、私、奈良島ってところに住んでるんですよ。あ、そうなんだ、よかったら俺の弟子にならない。いや、わかりましたよっしゃよっしゃ原田のやつがどっかに立つ。おい、金の斧でやめろ、お前やめろって言ってな。よし、じゃあね、あの、ゆかさん、ちゃんとね、ね、バラとか返しといたんで、ここででね、ちゃんとね、ほら、あの、整地しといたんで、はい、おーおーおー、はい、おーおー、あ、ほんとだ、戻ってる。私が私の内したいけどな、ね、よし、で、これを使うことによって、しっかりゆかさんの島を荒らしたのを、しっかり好感度を上げるという、あの、ちゃんとそういうのやってるよっていうね、低評価を少なくするという